公立学校の教員採用試験の受験者数の減少が課題となる中、来年度の申し込み者数は764人と、今年度わずかに上回りました。一方、新たに導入された大学3年生で一次試験を受験できる制度には144人の申し込みがありました。県教育委員会によりますと、 来年度の公立学校の教員採用試験の申し込み者数は採用予定の362人に対し764人で過去30年間で最も少なかったとされる今年度をわずかに上回りました小学校や高校の申し込み者が増えたことによるもので特別支援学校なども含めた全体の倍率は2.1倍となっています。また、今回から導入され、 大学3年生で一次試験を受験できるチャレンジ受験には144人の申し込みがありましたこの試験に合格すれば4年生での一次試験は免除され二次試験のみとなります県教育委員会は減少傾向に歯止めはかかったものの依然として厳しい状況にあるとしています